サイゲームス馬娘プリティダービー。どうもロッチュン TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。春は出会いの季節だね。さて、初々しいポニーちゃんたちにどんなサプライズをしようかな。はい、ということで馬娘動画やっていきます。春は出会いの季節。ここのホーム画面を藤木席にしていた理由もちょっとあるんですけども、動画やっていきます。まずはじめになんですが、今回新情報いろいろあってね、それについてちょっと軽くおさらいプラスまとめ、そしてそこから話していきます。いつも高評価ありがとうございます。一応やる気が出るので、気が向いたら高評価ボタンポチッと、右下の高評価押してください。はい、ということでですね、スイープ当初と SSR 待機シャトルが出るという情報をね、まず、今回発表されたんですけども、こちらについてはこのサムネイルの動画で話しております。まあ、スイープも迫る影を持っているかもしれないっていうところで、まあ、キャラのガチャもね結構回りそうかなっていう感じがある。そして待望の待機シャトル SSR が来ています。でこのサポカもですね、まあ、強い可能性はあるんじゃないかなと思っていて、まあ、特にダブルピックアップじゃなく、このシングルピックアップで、サポカ来るときね、 SSR が1枚のときは結構強いサポカも来たりするので、どちらも強い可能性があります。で動画で言ってなかった補足としては、こちらですね、一応ツイッターで、言ってるんですけども、この待機シャトルの金スキルが、まあ、マイルの支配者とかね結構トレンド入りしてるんですけども、まあ私の個人的予想、これは別に予想当てるとかではなくて、まあ単なる明日の金スキルこれかなっていうので、まあギアチェンジあるかなというふうには思っております。であとはギアチェンジじゃなかったら、まあ先行のスキルとか、あとは新金スキルとかもねあるかもなと思います。もちろんマイルの支配者もあり得るんですけども、まあそこはねちょっと青春杯との兼ね合いで、前の試合者だった場合被っちゃうなっていうのがあるっていうところです。まあ、そこら辺補足なんですけども、明日のガチャ、まあ、とりあえず両方ね、まあ、強くなくても引くかもしれませんが、これまずちょっとね言いたいところとしては、今回、まあ、地味に杯でいたら、もしね迫る影があるっていう前提で言うと、ジェミニハイでスイープ当初強かったかもしれないし、あとはジェミニハイが東京マイルなので待機シャトルもジェミニハイの時にあったらなみたいな性能になるかもなと思って、ちょっとこのガチャはちょうどジェミニハイが終わって次の日なんですけども、ま、もしその前にいれば強かったなっていうねガチャの一つになるかもしれないなと思ってます。ちなみに稲荷ワンなんですけど、稲荷ワンのガチャ今来てて、稲荷ワンも前回のちゃんみとかだとまたね直線が長かったりとかで、その東京の、中距離だった方が強いとかねあるかもしれないなと思って、ちょっと最近のガチャは、まあ、ちゃんみに向けてというよりは前にいたら強えなっていうのがあるなというふうに個人的に思っております。はい、で次にですね新情報をまとめていきます。こちら馬娘プロジェクト公式アカウントのツイッターなんですけども、まずねこちらは来ています。もうこれはもういいねが6万、そしてリツイート4万とね、まあ、スイープも来たし待機も来たし、今回ガチャ盛り上がりそうだなっていうのがこのツイッター SNS でも現れてます。はい、であとは新情報としてはショータイムイベント来ます。これまあ新情報というか、イベントね20日から、これはまあ予想していて私も言っていましたが、20日からはショータイムっていうのが、来ます。でこれ一応なんか関連付けるとすると、このホーム画面もね藤木席にしてたんですけども、まあ、スイープ当初と同室だから、まあ一応ここでね関連性はあるかなというところです。なんで同室で藤木席でスイープ当初っていうところかなです。まあただショータイムイベント、まあイベントとしては敵が強くなる、相手が強くなるみたいな感じになってくるんで、まあそこはまたね目覚まし時計をちょっと取られちゃうっていうのがあるんで、ちょっとまあそれプラス目覚ましとかのねイベントの報酬に入ってるといいかなと思ってます。はい、であとは情報的には特別遺跡来ます。まあ、これもですね、ちゃんみとかでね結構その因子集会とかの、まあ、娘ちゃんたちいたらそれを遺跡していくみたいな感じで、やっていくといいと思います。でここら辺がですね、新しく出た情報となってます。はい、で今回言いたいことなんですけども、その新情報、この待機シャトルスイープ当初来るっていうことを踏まえて、こういうことが言いたいです。
はい、で次回パカライブ TV の告知も以前にありました。次のパカライブ TV は6月29日20時から、来ます。でそこでですね、この出演される声優さんとかいろいろな情報が出ていて、今回喋りたいのはこの声優さんのところですね。でここでですね、まあ一応次が、まあ、衣装のイベントが来るんですけど、そこで誰が来るんだっていうところで、待機シャトルはねまだ実装されてなかったんで、まあ、大坪さん出演ということで待機シャトルの何か来るんじゃねって言ってたんですけども、ここがですね今回の新情報によってサポカだったっていうことが明らかになりました。なんでまあこれね、声優さんの出演声優さんからの予想っていうところで言うと、次まあ衣装が来るキャラクター誰かなってなってくると、まだ新衣装着てないのがメジロドーベルとかね、アドマイアベガ、そしてあるかわかんないんですけどマチカネタンホイザの衣装とかね、そういうところかなというところです。なんで今回このね、発表されたガチャと合わせていくと、待機シャトルが、育成の方ではまだ、そのね衣装が来るんじゃないかなというふうにね読み取れるかなと思ってます。まあここもね、分からないところではあるんですが、一応このね期間が、29日に、このパカライブが来るのと合わせての情報ということで読み取れます。はい、であともう一つ言いたいところ、今回の動画ではこれまあ一応ガチャ来る前に言っているところなんですけども、ここを押さえておいてもいいかなと思います。次のガチャがこのねスイープ当初と待機シャトル、そしてオグリキャップなんですけども、期間が6月20日から6月30日の12時までとなってます。なんでこの期間と合わせていくと、パカライブ TV でまたねこの新ウマ娘、次の次ですね、スイープの次のウマ娘ちゃんの衣装とか、そこも性能を見てからね、引くことができるんで、そこがちょっと今回ねまずはそのガチャ引く前に言っておきたかったっていうところがあります。これ何言ってるかというと、まあこのスイープ待機シャトル両方が強い可能性があって、まあここはねもう引くのを待ちきれなくて、私も、まあ、パカライブより前に引いてしまうと思うんですけども、まあね待ちきれない方はもう引いていいと思うんですけども、パカライブでね今回はこの、新しい次のガチャも見ることができるんで、慎重派の方はここのねパカライブの、性能情報とかね、このガチャ更新ここにね書いている通り、ここでガチャが見れるので、それを見てから引くっていうのは一応ね、ジュエルをめちゃくちゃその慎重に使う方はあるので、パカライブ TV を見てからガチャ引くという手があるということを紹介したかった感じです。はい、ということで、今回言いたかったことまとめはこれです。ガチャ期間とパカライブ TV が、またいでます。なんでスイープ当初と待機したので、まあ多分強そう、まあ多分ですね、ここはまだハテナですけども激アツガチャになる可能性もあるんですけども、この29日の情報を見てその後引くかどうか決めるっていうのも、まあ慎重派の人はありなんでね、そこを注意してください。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。まあ今回はちょっとね、まあ引いちゃう気もするんですけども、まあ皆さんジュエルありますか？こうジュエル面も厳しいし、まあサポッカが強い可能性があるなと思っていて、まあ両方のサポッカもキャラも引かないとダメってなると、まあかなりジュエルは厳しくなってくるんですけども、まあそこはちょっとね皆さんやりくりと、まあチャンミのガチャのチャンミのジュエルの分で引くとかね、いろいろあると思いますけども、頑張っていきましょう。ということで、動画最後までご視聴ありがとうございました。この後ですね、一応チャンピオンズミーティング私もやるからというところですが、まあ夜まあ7時ぐらいかそんぐらいにチャンピオンやりますんで、気が向いたら見てみてください。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。まあ今月ですねパーカライブ TV もありますし、この激アツガチャてますんで、だんだん馬娘ねまたね盛り返してきてるなというふうに思っていますので、楽しんでいきましょう。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もよかったら見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。